マシンガン。皆さんこんにちは。剣道マシンガンでーす。よいしょ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 。ちょっと待って、一発目から言わないで。オープニングは元気よくいきましょうよ。さあ今日は守谷に、はい、マッシグラ2回目参戦しようということですね。あんまないですよね、はい、1回行ってまだ2回目行くということは。そうそうそう、ただマンダラは初めてですからね。うん、守谷はね、前回はあのリーダーあかりちゃんが行きましたけど、はいはい、マンダラでもね2人で、行く。なんかどうやら聞いた話あるですよ、うん、前回あのあかりちゃんとリーダーがいた時の開墾一番、ワグダーはいないんですかっていう一言があったみたいでね。はい、はい、まあ守谷側からも、はい、まんざらの2人に来てほしい、はい、で、まんざら側からもちょっと稽古したい、はい、なんならあのね、レディース大会も含めて、はい、お礼も含めて、はい、やらせていただきたいこと。もう今回相思相愛ですから。相思相愛、そうですね、はい、女子剣道部との相思相愛なんていやらしい言い方に変えなくていいんだよ。今日の目標は2人は、まあとにかく最後まで今日はもうね、3年生もあのいますので、最後まで盛り上がっていきたいと思います。はい、盛り上がだけになんかごめんなさい、うち何か不具合なくてごめんなさい、はい、僕は楽しく剣道ができたらいいなというふうに思っております。なるべく、抜けない抜けない抜けない抜けたいしな、最後までなるべく頑張るようにする、うんうん、あとちゃんと、楽しいマジックを皆さんに提供して、うん、みんなでみんなで盛り上がっていきたいなというふうに思っております。守谷だけに全部いただきます。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。マシグラです。こんにちは。おわおわましたよ。あ、どうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあ、来ましたよ。あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。もうあれ、もう笑ってるんですけど。笑ってるのか、笑われてるのか。お願いします。まあ、二人とも、きついことやりたいなってずっと言ってるんですよ。車の中も、きついことやりたい、きついことやりたいって言うんで、先生の思う一番きつい稽古を消してもらえたらなとちょっと思ってるんです。あ、本当ですか。はい、本当ですよ。でも水戸紀郎さんの限界合宿も やられてるので、もう何も怖くはないと思います。いやいや、めっちゃ怖いですよ。怖いですけど、ただちょっとド M なだけなのでよろしくお願いします。わかりました。こんにちは。お願いします。こんにちは。お願いします。なんかさ、こんな順平さんで言われてる。順平です。翔平、この翔平、このやりとりさ、うん、前回リーダーがやってるって知ってる？そうなんだよ。え？知ってますよ。
町しぐらより、鈴木亮平さん、翔平さんが来てですね、森山の生徒と一緒に厳しい練習をしたいということでしたので、お互い高め合って、良い時間を過ごせればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは一言をお願いできればと思います。はい、失礼します。剣道町しぐらが来ました、亮平です。こんにちは。ありがとうございます。以前渡辺正行と佐藤あかりがこちら守谷高校に、稽古を学びに行った際に、映像内でたくさんのワグダーはという声を聞いたので、今回来させていただきました。よろしくお願いします。こんにちは。弟の翔平でございます。よろしくお願いいたします。僕はリバケということで剣道まっしぐら、やってるんですけども、8年ぐらい中学を辞めてから8年ぐらいはずっと全然違うことをやってて、久しぶりに今市内を持って、剣道をやってる感じなんですけども、皆さんの稽古に乗り遅れないように、頑張ってしがみついていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは今の3年生に3年間の思い出の稽古というキーですね、切り返し、あと追い込み、そしてエンジンかかり稽古っていうことが上がってきましたので、一緒に稽古やってもらえればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ワグダー言ってますね。もうシャレでワグダー手ぬぐい作ってみてはどうでしょう。作ってみてえな、確かに。作っちまおうかな。個人的にワグダー手ぬぐい作っちまおうかな。ちょっとワグダーがタイトルコールを。いや、とうとうじゃないよ。絶対とうとうじゃない。俺何回も言ってるって。まあいいか。とうとうワグダータイトルコール。あかりちゃんも言ってたけど、強い人たちは表現方法は違えど結局は同じこと言ってるんですよね。表現や言い方に振り回せられず、本質を理解することが大事ですね。陽平さん、分かってますか。躍動ペイント面も考えて練習してください。お手本は同じ YouTuber にいますので。僕は考えて剣道をしていないのでしょうか。山田さんの綺麗な剣道を見た後にワグダーの剣道を見ると偉そうなこと言うようですが、ワグダーの剣道は鉄砲にしか見えません。山田さんのような最高の手本があるんだから、それを真似して打たれてもいいから、まずはまっすぐに打つ剣道を目指してはいかがでしょうか。くそ簡単に言いやがって、簡単に言いやがって。それはさ、それは俺だってさね、強い方と稽古するからさ、すごい真似してるわけよ。真似をしてるんだ俺は。俺はね、真似をしてるんだ。だけどさ、簡単にさ、いかないのが剣道じゃないかね。分かってるよ、分かってるじゃんよ。あなたもそうでしょ。なあなあ、そうだろう。分かってくれるよな。先生がさ、こうやって打てって言うだろう。こうやって打つんだよって、分かってるよ。言ってる意味は分かってるよ。見ても思うよ。だけどさ、それができねえじゃねえかよ。なあ、そうだろう。君もそう思うだろう。なあ、忘れたっか。試合終わってさ、監督んとこ行ってさ、なんでお前はこうやって攻めていかないんだ、お前攻めてこうやってパッて打つんだろうって言われて、
あ、はいって言うけどさ、分かってるんだよ、なんで日本負けしてんだよって言われた時にさ、いや分かってますよ、僕だって日本負けしたいわけじゃなかったって、それは分かってるよ、でもさ、でもさ、それがさできないじゃん。それが簡単にできたらさ、もうみんな8だ、もうみんな8だよ、本当にそんな簡単にできたらもうみんな8なんだよ、もう誰も落ちないもん。俺は言いたい、俺は言いたい、それは。一人で速攻するようにわーって言いながら、あの速さで始めました。走っていったけどね。これであの速さで始めて、周りの方が早く終わったら僕は笑いますよ。あ、ちょっともう、ちょっとほら。上下動を始めた。おお、なんとか、なんとか、なんとか。ちょっとさ、最初勢いつけすぎたんじゃない？この交流大会？え？交流か、やあだね。そうそう。今こっちが、おお大丈夫かみたいな雰囲気になってる一瞬。今。うん、
菓子もう一回プレゼントしますので、はい、若田といい音出したってラスト100本周り盛り上げて、名方ぐらい以来やってないんじゃないですか、何年もやってない、まあ、じゃあ厳しくお願いします。